今回ですね、YouTube を始めるのは一体何歳までが限界かということで話をしていこうかと思うんですけども、これを聞いてる方でこれから YouTube やっていこうかどうか迷ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。特に40代から50代以上の方にとっては結構 YouTube っていうね、プラットフォームが自分の年齢でやり始めていいのかなと悩んでる人もいるんじゃないかなと思います。そこで今回そんな人たちのためにね、少しでも後押しと なるような話をしていきたいなと思うんですけども、今回はこんな人もいるんだよということで、何人かね、紹介していきたいと思うんですけども、まず一人目にデヴィ夫人ということで、こちら知ってる人もね、ほとんどいると思うんですけども、80歳になりながら今、こういった動画配信をしているということで、結構ね、本数もだいぶ上げてるんじゃないかなと思います。ただ、やっぱりこれを見て、芸能人だからね、ある程度登録者数も増えてるんだろうと。 思う人もいると思うんですけども、その他にも、実は、デヴィ夫人の80歳を超えて90歳でも動画配信している人っているんですね。こちらは、なんとギネス記録にも載っているばあちゃんで、90歳になりながら、こうやってゲームの実況をやって配信していると言ったことです。すごいですよね。本当に、一昔前では考えられないような。 少し見てみたんですけども、本当に90歳には思えないような、そんな元気な姿をね、えー、見ることができましたね。そしてもう一人が、こちらの80歳でパチスロの配信なんかしているばあちゃんもいるということで、もし自分の親がこんなね、動画投稿してたら本当にびっくりするなと思うんですけども、えー、すごいですね。そしてここまでを見てね、女だからできるんだろうと思う人もいるんじゃないかなと思ったので、そんな方のために男の人もいますよということで、89歳現役ですね。 この人もね、少し見てみたんですけども、本当に90歳近い男の人には思えないようなね、かなり元気な方ですね。かなりお若いなと思ったんですけども、本当に今こういう年齢の人たちってまだね、少ないと思うんですけども、おそらく今後こういった年齢の人でもね、配信していくっていう人が増えていくんじゃないかなと思うわけなんですね。 でやっぱりこれを聞いてる方で年齢が高い人ほど自分なんでで、ね、こうやって配信していいのかなと思う人もいると思うんですけども、逆にこういったね、年齢高い人ほどキャラが立って目立つ存在になると思いますので、逆に人気出やすいんじゃないかなと思うわけなんですね。本当にもともと YouTube って若い人がね、やるようなプラットフォームだろうと、えー、一昔前は思ってた人も多いと思うんですけども、やっぱり野球とかでも、 メジャーに日本人が初めて行ってからそこからどん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 ね、メジャーに進出してきましたよね。それと同じようにやっぱりね、こういった人たちが現れることによってね、これから年齢関係なくこういったね、動画投稿する人っていうのが増えていくかと思いますので、今回これを聞いてる方で自分の年齢なんかでこういった動画投稿を躊躇していた方にとっては少しでも後押しになれればなと思います。 というわけで私のチャンネルではインターネットビジネスに関する情報を随時に配信していますので、ぜひ興味がある方はこの動画のチャンネル登録と、この動画の概要欄から LINE の登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご成長していただき、ありがとうございました。